はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーの動画になっております。はい、もうもはやバーワイズ、まあなんて言うんですか、初代アンドライドくん、どうもひとしくんです。そしてお付き合いいただいております、はい、今日も P さんです。お疲れ様です。でも今日早い時間からお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございます。どうぞ。もう何それっていう方はね、うちのあの動画ちょっと今日ね、新しいところから掘ってください。うちのあのターさんね、今日ね、アンドロイド動画、はい、結構新しい風吹いたね。いや、もう吹いたと思いますよ、うん、どうですかね。どうですか。僕はね、個人的に面白かったですけどね。これも面白かった。なんだろうね、普段ほらね、うちらはあんまりしない、うちの動画、ね、しない話を。そうなんですね、ターさんが、うん、本当に、そうね、うん、いつもね、バイク屋さんの動画でありながら、バイクの話はしませんけどもみたいに言ってる、ね、動画でありますよ。はい、それね、だからね、なんでかっていうと、なかなかほら、僕がさ、そんなにね、大事レースの世界でもさ、整備の世界でもそんなにこう YouTube という世界でね、うん、どうですか見てくださいよ皆さんみたいな実績残ってないわけ、うん、僕、うん、なんもないですよ。もう整備員だってそんなね、町のバイク屋さんのレベルでやってね、うんうん、そんなに特殊な機械を持ってるわけじゃないから、もう普通にね、うん、そろそろ乗り換えじゃないですかみたいなバイク屋じゃん。普通の街のバイク屋さんですよ、ね、で乗ってもそんなにさ、そんな、まあ、昔、ね、レース好きで、まあ、草レースやってたけど、そんな大層な実績残ってるわけじゃないし、まあまあまあそんなに YouTube でどうですかお客さん、うちこんな店ですよっていうお店ではないので、でもお店の宣伝しなきゃいけないって言って、こういう YouTube なんかやらせてもらうときに、P さんと、面白いもん作れないかなって飲み動画になってるじゃないですか、うん、でところがほら、うちの弟がね、ターさんが新しい風を今日吹き込んでくれて、うん、すごいですよ、うん、いやでも本当に面白かった。いやで、うん、ためになった、うんうん、なんかね、今日ちょっとこんなのやりてんだけどって言って、僕ちょっと打ち合わせで、見させてもらったんですよ、スライドショーをね、はいはい、で話聞きながら、こんな感じにしてんだけどって話聞いた時に、いや僕がね、あ、そうなんだって思って、ちょっと感じた。あ、逆にね、あ、そうなのねみたいな。今更ながらバイク屋さんが気づきをこう、すごいな、ターさんすげえこと考えながら乗ってたんだなっていう、ちょっとね、目から鱗的な、これはうちの白帯さんにはぜひお聞かせしたいなって。いや、うん、街中をね、うちの弟のやってきたことっていうのは、街中ではね、そんなに通用する話じゃないですよ。僕ターさんにも話してたんですけど、うん、なんていうのかな、そのサーキット走行、スポーツ走行のね、テクニックっていうのは、そのサーキット走って走り込んで走り込んで痛い思いしてお金たくさん使って身につけたものって、はい、街中で多少役に立ちますけど、はい、違う、うちがね、本当に白帯さんとかうちの動画を見てくれてる方にお伝えしたいのは、街中を安全に走るテクニックっていうのは、それ別にね、技術論じゃないんですよ。例えばね、バスが、バス停に止まってお客さん乗せてる時に、それを避ける時にどういうことが起こるかね、バスの手前から人が出てくるかもみたいなとか、その予測運転とかカーブミラーの使い方とか、オートバイ乗るのがね、うまい下手の話を僕したいわけじゃないです。街中走る時に僕いつも言いますけど、事故らない人が偉い人、一時停止を、ね、オートバイの運転が上手い人が偉い人じゃなくって、そう、一時停止とか、もっと早く行けよっていうね、うん、そう、うん、でカーブミラーとか ねきちんと見て、その予測運転がきちんとできる人、ブレーキを握って
タイヤがロックしたらそれを緩められるみたいなとかって、僕はそういう技術論はあんまりしたくないんです。街中で事故らない人が一番偉いって思ってるので、うん、あのうちのね、まあ、今日 の, あのターさんの講義ありましたけど、あれっていうのはもう本当にあのスポーツとして捉えた時の技術論になるんでね、サーキット走行、うん、だからそれを極めてった人がさ、うん、街中で人が飛び出してきた、ブレーキ握った、ゴーン、前のタイヤがロックした、ちょっと緩められるみたいなっていうのは、うん、それはね、培ってきた経験値でできればそれに越したことはないんだけど、うん、いやでも待ってくださいよと、人が出てきましたゴーンじゃなくて、人が出てくるかもなってスピード緩められる運転ができればそんな技術必要ないわけです、うん、ね。だからでまあターさんにもちょっと今日話しましたけど、うちの動画ではちょっと切り分けていきたいなと、そのスポーツライディング技術論と、街中を安全に走れる、うん、そうですね、その安全運転技術論っていうのは、うん、別物だと思っていただきたい、うん、そう、全くそれは別です、うん、今日 の, あのターさん の, その技術論聞いた時に、俺は無理だなんて絶対思わないでもらいたい、うん、オートバイこれから趣味でやりたいとかじゃ、ね、そうですね、うんうん、もうね、街中でも転ばない人、事故らない人が偉いんです、うんうん、上手い人が偉くない、偉いわけじゃないですね。そうですね、もうで僕ね、こればっかりは本当にね言いたくないんだけど、まあ申し訳ないけど、本当にもう世界的に有名な、本当グランプリで活躍したライダーが公道で交通事故で亡くなられてる事件があるわけですよ、はいはいはい、僕はもう本当に残念な思いありました。本当に僕大ファンの選手だったので、だああいうことあるとね、別に上手くても事故るんじゃん。まあそうですよね、それはそうですよ、究極ですよ、世界選手権で優勝しちゃうような人が亡くなられてるからね、うん、だからもうそうやって考えると、うまい人でも、この交通戦争生き残れないっていうような話になるからね、うん、だけどそういうんじゃないんですよ、きちんと やっぱり公道ではね、安全運転、速度の問題とね、うん、予測運転ですよ、死なない人がね、うまい運転なんですよ。タイヤ滑らせて転びませんとか、うんうん、ブレーキがどうのとかじゃなくてね、街中ではね、うんうん、もう本当、ただやっぱりでもオートバイって自由自在に操ると楽しいものなので、うん、そういうスポーツ走行のね話なんか、まあ、うちのターさんなんかねお話面白いと思いますので、うん、またちょっとこれね、ターさんよければシリーズ化してもらいたいなっていうのはあるんですけど、まあ今日の編集後期ということで、そうですね、うん、まあ総括という感じで、うん、もういや僕は面白かったですね、今日面白かったです、うん、本当にこれまあまあちょっとね、いろんな、ご意見はあるかと思います、うん、まあちょっとね、コメント欄にご意見寄せていただけるといいんじゃないですか、ちょっと今後の参考にさせていただきます、またよろしくお願いいたします。